アシモフのミステリー世界は、アイザック・アシモフの SF 小説短編集。1968年に刊行された。ミステリー作家としても活躍し、鋼鉄都市などの SF ミステリーの第一人者として知られる、アシモフの SF ミステリー短編を集めた作品集。乗り物嫌いの地球外生物学者、ウェンデルアース博士の推理がさえる、シリーズ作品、歌うかね。 もの優し、やがて明ける夜、鍵、007を思わせる、ハードボイルド作品、昼の抜きで、マーズポートに、足も不十八歳の雑誌デビュー作、真空漂流と20周年を記念した、続編、記念日などを収録している。ベートンが、レストランにいるとき、当品小売人である、コーンウェルが声をかけてきた。歌う金の隠し場所が書かれた地図を持っているという。月で、 高山市をしていた男が、どっさり集めて隠しておき、処分先を探すため地球に来ている間に事故にあって、死んだらしい。ベートンが宇宙船を操縦することができるので、話しかけてきたのだ。ベートンは8月10日に出発すると言った。彼は何年も前から8月中は、山荘で一人暮らしをしていたので、その期間なら地球を離れても怪しまれないからだ。7月末になると、 ベートンは山荘に行き、近くの馴染みの店で、いつもの年と同じ量の食料などを買った。いつもの年と同じように、山荘の周りに磁力網を張り巡らせ他人との接触を断った。月面に滞在している間に不要となる食料などは、分子まで分解する機械で処理した。8月9日に、彼は自家用飛行機で指定の場所に着いた。宇宙船は、 コーンウェルが準備していた。二日間かけて月に飛んだ二人は地図を元にして宝探しを始めた。地図が不十分だったので隠し場所を見つけるまでに二週間もかかったがベートンの想定内の日数だった。歌う鐘は二ダースもあり、それらを船に積み込んでからベートンは熱戦銃を取り出した。コーンウェルの死体を月に残したまま。 ベートンは8月29日に地球に戻ってきた。歌う金を隠した後で、宇宙船を自動操縦で打ち上げ、原子炉を自爆させて、証拠を隠滅した。自家用を飛行機で山荘に戻った、ベートンの元に、警察がやってきたのは半日後だった。警察もベートンが怪しいと睨んでいたのだ。死体を月に残したのも、警察に挑戦しようとする彼の性格の現れだった。でも、 決定的な証拠がない。8月中にベートンの姿を見た者は地球上に一人もなく彼自身もアリバイを証明できないと言っている。困った警察はウェンデル・アース博士に相談した。博士自身もひび割れたものではあるが歌う金を所有しておりその希少さを理解していた。アース博士とベートンが合わせられた時博士は地球を離れて宇宙に行ったものは身近にあるものを 忘れてしまうと話した。そして自分が持っている歌う金をおもむろにベートンに放り投げた。金を受け取ったベートンに対して博士は投げ返してくれという。ベートンが投げた歌う金は博士の手前に落ちて壊れた。アース博士が言った。しばらく地球を離れていた者は重力の強さを忘れてしまう。ベートンは逮捕され、博士は事件を解決した報酬として、 日々のない歌う金を要求した。宇宙船、ロバート Q が小惑星隊のステージョンに入港してきた。超原子力エンジンの不調を修理するためだ。船内に入った整備士は船長が隠していた卵型のケイ素生物シリコニーを偶然見つけた。それは直径1フィートはある怪物だった。これまで発見された最大のものでも直径認インチしかないのに。 船長にどこで見つけたかを問いただすと答えをはぐらかすかのように小惑星の上とだけ答える。突然シリコニーはキーキーという声で英語の言葉を喋り出した。船にあった古い本を読んで聞かせて言葉を教えたらしい。シリコニーがガンマ線の多い環境では大きく育つことを整備士は知っていた。こんなに大きいシリコニーがいたからにはその小惑星には ガンマ線が、つまりウラニウムが豊富にあるはずだ。ウラニウム採掘は国家事業でウラニウム製のありかを隠している船長は逮捕されなければならない。やがてロバート級の修理が終わり、船は地球に向けて出発した。整備士は小惑星警察にロバート級を捕まえさせるために途中でエンジンが止まるような採行をしていた。その胸を警察に 無線連絡している頃、ロバート Q は流星に衝突して大破し漂流していた。乗組員は全員死亡したが、シリコニーはまだ生きていた。警察艇は、品種のシリコニーを回収し、ウラニウム製の座標が書かれたものがどこにあるかを尋ねたが、シリコニーは、小惑星とだけ言い残して死んだ。小惑星の座標をその上に残しておくのは、箱を開ける鍵を箱の中に入れておくようなものだ。 もちろん警察では、ロバート級の船体の隅から隅まで船室の壁の中まで分解して調べたが、どこにも座標の数字が書かれた場所や書類はなかった。困り果てた小惑星警察は地球にいるウェンデルアース博士を訪れて助言を求めた。アース博士はシリコニーが残した最後の言葉、小惑星に注目した。太陽の周りをめぐる。 小惑星も宇宙船もシリコニーが古い本から教えられた貧弱な知識の範疇では同じものである。したがって小惑星とは宇宙船ロバート Q のことを表していると宇宙船を警察がくまなく探しても数字を発見できなかったのは数字のないところに書かれている数字を見つけようとしたからだと博士は言った最初から 数字の書いてあるところを探しなさい。それは、戦績番号やエンジン番号、力は発生器番号などが記された名板だった。改めて調べてみると、それらの名板には、故意に、順序は変えられているものの、間違いなく小惑星の座標を示す3つの数字があった。こうして、ウラニウム小惑星の位置は解明された。この成果に対して、アース博士が要求したのは大きくて、 生きのいいシリコニー一匹だった。大学の科学図書館に勤める二人の女性師匠、スーザンとマリーはとてもよく似ていた。血のつながりはないが、体型模様子もソーセージと呼ばれるほどだった。ある日の午後、マリーが殺された。警察から警視が来て、捜査を始めた。死因は、砂糖壺に入れられた生産化合物による毒殺だった。大学の研究室には、生産狩りがあり。 昼間は鍵をかけずに保管しているらしい。盗む気になれば誰でも可能である。その時間帯に図書館に出入りした人物に当たってみても犯人はわからなかった。それでもヒントがあった。一人の男子学生をめぐってスーザンとマリーが争っていたらしい。さらに、ドイツなまりで話す毛川商人が殺虫剤のことを調べるためこの図書館に入り、受付で名乗った時に そこに出ていた女の子がにっこり笑ったというのだ。でも今日はスーザンもマリーも同じような服を着ているので、毛皮商人もどちらかの女の子だったかはわからないという。スーザンにその時笑った理由を聞くと単に愛想笑いをしただけと答えた。毛皮商人に関係することで笑ったのかと聞いても、それは違うという。毛皮商人の名前を尋ねれば、 ありふれた名前だったので覚えていないという。しかし、科学図書館の職員ならば、科学に関係する仕事をしている人間ならば、絶対に忘れられない名前を、毛川商人は持っていた。バイルシュタインという名前を、60巻もの科学辞典を記したバイルシュタインの名は、歴史上の有名人物の名に匹敵するほどだ。毛川商人が名乗った名前を覚えていないと話す。スーザンが、 受付に出ていたはずがない。その時受付にいたのはマリーであることは確実だった。そのことを指摘されてスーザンは白状した。マリーが受付に出ている間にスーザンは佐藤壺に青酸狩りを詰めていたのだ。地球で開催された学会に4人の同級生が集まった。彼らは同じ大学院で学んだ仲間だったが、そのうちの一人バリアーズはリューマチ熱にかかり、 心臓に障害を持っていた。彼は4人の中で最も優れ将来を嘱望されていたのだが、病気のためにロケットの加速に耐えられず、地球を離れることはできなかった。他の3人はそれぞれ月面、小惑星セレス、そして水星に赴任した。地球に残された男は3人に対して像に近い感情を抱いていた。今4人は同じホテルに宿泊している。 バリアーズが3人が集まっている部屋を訪ねてきた。彼は質量移転法について明後日の会議で発表すると話した。それは事前通告もせず配布資料も準備せずに衝撃的に発表するらしい。会議の議長であるマンデル博士の目の前で実演してみせたら発表する許可を得られたとも言う。バリアーズは自分の部屋に戻り夜の11時頃に 今度は三人組の方から彼の部屋を訪ねた。バリアーズは自分用の資料を隠すような仕草をして三人を追い払った。翌日の未明に三人組はマンデル博士によって起こされ彼の部屋に集められた。バリアーズが死亡し彼の発明の資料が燃やされていた。そしてバリアーズは死に際にマンデルに電話して同級生がと言ったらしい。 三人をマンデルは問い詰めたが、誰も見に覚えがないという。すでに死体が運び出されたバリアーズの部屋に行ったのは、ちょうど夜明けの頃で、窓の外にあるくぼみに記録用フィルムが隠されているのを見つけた。日光によってフィルムはほとんど観光していた。事件の解決を図るべく、ウェンデル・アース博士のところに一行は向かった。アース博士が注目したのは、 光に弱い記録用フィルムをわざわざ外に隠したことだ。地球以外の天体では空気のない屋外に出る人間はほとんどなくフィルムが発見されないことは簡単に予想できる。ほとぼりが冷めてから回収すればいいのだ。だが自転している天体ではほとぼりが冷めるまでには何回も朝を迎えてしまう。そしてフィルムは観光するのだ。一つだけ永遠の昼と永遠の夜だけの天体がある。 犯人は水星の研究所にいる男だった。永遠の夜の中で生活していた男は朝が来るということを忘れていたのだ。犯人は真相心理検査にかけられ、バリアーズの資料をフィルムに移した時、あるいは燃やした時の記憶を引き出されるだろう。そうすれば質量移転装置を作ることができる。事件を解決したことへのアース博士の要求は装置が完成したら、 それを使ってある場所に行かせて欲しいだった。乗り物嫌いの博士でも、質量移転は乗り物とは思わず、昔知り合った女性に会いに行きたいそうだ。ある農園主からガチョウの卵に関する問い合わせが頻繁に来た。農務省に勤める男が、その方面に出張するついでにその農園に寄ってみた。農園主が差し出したガチョウの卵は、信じられないくらい重かった。 落としてみると、白い殻の下は黄色に光っている。男は、金の卵だと直感し、農場主から卵を預かった。卵の分析が始まった。卵の殻は、厚さ2ミリメートルの紛れもない金で覆われ、その中は普通の白身と黄身だった。栄養成分も異常なかったが、重金属に汚染されているため孵化しなかった。 続いて、学者と軍人からなる遠征隊が、親賀町を調べるために派遣された。農園には、機関銃陣地が据えられ、銃を持った兵士がパトロールした。親賀町の血液は、肝静脈の金イオン濃度が高いことから、肝臓で金が作られていると考えられた。でもどうして金を合成することが可能なのか。ルーエス博士は、極めて評判の悪い人物だ。彼は、 他人のアイデアを横取りする常習者だった。無名の学生が考案した月面の実験設備も、自給自足式の宇宙原子炉を設計した一技術者の功績も、ルーウェスは自分の業績にしてしまった。土星の衛星タイタンから戻ったばかりのファーリーの成果も、ルーウェスのものにされてしまった。我慢できないファーリーは、ある仕掛けでエルーウェスを殺害しようとした。その男は、 一ヶ月の休暇を地球で過ごす前に、マーズポートで息抜きをするのが常だった。いつもなら妻のヒルダがマーズポートで待っていて、一緒に過ごすのだが、今回彼女は母親の看病をしなければならないので、地球に留まったままだ。マーズポートは太陽系内でも指折りのいかがわしい街で、男にも知り合いの商売女がいた。ヒルダがいない今がチャンスなので、早速男は女に、 映像電話をかけて会う約束を取った。でも、緊急の仕事が入ってしまった。極めて大事な仕事だ。男は、仕事の合間に何度も女に電話して、会う時間を順々に遅らせてもらった。やっと仕事が片付き、報酬としてもらった高額小切手を、映像電話で女に見せて、機嫌を直してもらった。電話が終わると、男の名を呼びながら見慣れた女が近づいてくる。 母親の症状が良くなり、看病から解放されたヒルダがやってきたのだ。宇宙船が隕石に衝突して破壊された。残っているのは船体のほぼ1割に当たる3部屋と3人の生存者。窓からは数百マイル離れたところに人間の住んでいる小惑星ベスタが見える。船はベスタを回る軌道にあるようだが、ロケット装置も無線機もないため、 移動することも救助を求めることもできない。彼らが遭難したことは、宇宙船が目的地に予定通り着かないまではわからない。ベスタからだって、小さな船の破片を積極的に探そうとしなければ、見つけることができない。手元にあるのは3日分の酸素、1週間分の食料、そして有り余るほどの水。3日以内に何らかの手を打たないと、全員窒息して死んでしまう。 いろいろと話し合ううちに一人の男があるアイデアを思いついた。彼は宇宙服を着ると熱線銃を持って部屋から出て行った。彼の目的は一年分の水が入ったタンクだった。宇宙船シルバークイーン号の遭難から奇跡的に生還した三人の男は毎年一回の記念日を設けた。ナンパした日を忘れないためだ。それでも二十年経つうちで 三人が全員集まったのは今回が初めてだった。乾杯してから話を始めると一人の男が破壊された宇宙船のその後について語った。あの船には世界有数の偉大な数学者が乗っていてもちろん彼は犠牲になった。宇宙保険会社ではシルバークイーン号の残骸を回収したがそれはスクラップにされることもなく小惑星ベスタで厳重に保管されている。 今でも船の破片を見つければ相当の値段で買ってくれる。破壊行為の証拠を探しているのかと思ったが、そうではないようだ。三人がマルティバックの端末で現在も破片の回収作業が続いているかを聞くとイエスとの答え。その理由を聞けば答えられないという。数学者がガニメデで開催される会議に向かっており。 その旅の間、選室から一歩も出ず、食事も部屋へ運ばせていたことを三人は思い出した。何か重大な発見、または、発明をして、その論文化、設計図を作成するため、あるいは人に見られないように閉じこもっていたのかもしれない。死んだ数学者とかつて共同研究をしていて、まだ存命中の博士の情報をつかんだ三人は、偽電話をかけて聞いてみた。 保険会社のものですが、遭難した数学者の件について新たに思い出したことはありませんかその電話でのやり取りの中で、彼らはアンオプティコンという言葉を知った。宇宙保険会社も金属類だけを回収していることから求めているものは設計図などの書類ではない。その数学者は工学の専門家でもあったので、アンオプティコンとは何らかの工学機器を表す言葉では、 ないかと考えた。それは今でも宇宙空間を漂っているのか突然この家の男が漂流中に拾ったものがあると言い出した。宇宙船の残骸の外で活動している時に浮かんでいるものを拾い宇宙服のポケットに入れたというのだ。捨てた記憶がないのでこの家のどこかにあるはずだ。三人が探したところまず万年筆があった。それには あの数学者のイニシャルが掘られていた。次に双眼鏡の形をしたものを見つけたが、それにはレンズがなかった。壊れてしまったのかと思いながら、それ撫でていた一人がひらめいた。あんとは一つの意味ではなく、否定を示す、ないだったのだ。アナーキーが無政府を、アノニマスが無名を表すように。これにレンズがないことも説明できる。早速双眼鏡を覗いてみると、 ちゃんと遠くが見える。さらに、つまみを調整すれば、顕微鏡にもなる。三人は、宇宙保険会社に持ち込む代わりに、政府に届け出ることにした。金儲けよりも、新しい工学技術の再発見者としての名声を選んだのだ。ランスロットが新聞を読んでいると、彼とは極めて仲が悪いが、成功した有名な学者の死亡記事が載っていた。それには、ビジネクが散りばめられ、 まるで第二のアインシュタインのように祭り上げられていた。ランスロットも自分の昇進証明の死亡記事を読みたいと思った。彼は時間旅行の研究をしていて、それなりの成果を上げていた。複製を3日間だけ存在させることはできたが、生き物は死体になってしまった。彼の計画はこうだった。まず自分の複製を作り、彼自身はどこかに隠れる。複製は死体に間違いないから、 医者に死亡診断書を書いてもらい、葬儀者に連絡し新聞社にも情報を流す。新聞に載った自分の死亡記事を隅から隅まで読む。3日過ぎて複製が消える頃に本人が登場して時間旅行についての発表をする。彼は称賛されその名声は歴史に刻まれるというものだった。ランスロットは計画を実行した。細かいところは妻に手伝わせた。 複製には、青酸狩りで死んだような細工を施し、医者はそれを認めて、死亡診断書を書いた。妻が葬儀者と新聞社に連絡すると、新聞記者が取材に訪れた。次の日、隠れているランスロットのもとに、妻が新聞を持ってきた。それには、原始科学者の謎の詩と書かれてあった。彼は、自分の死亡記事を、隅から隅まで読み、そして何度も読み返した。 ランスロットは満足だった。三日経って複製が消えた時、妻が入れたコーヒーを飲んで彼は死んだ。コーヒーには生産狩りが入っていた。妻はあれこれ命令する夫に不満を持ち、嫌気がしていたのだ。妻は複製が消えてなくなった看護家にランスロット本人の死体を入れた。複製の死体が本人の死体に変わっただけだ。やがて葬儀が行われた。今妻は自由で、 金もあり、友達もできた。妻は満足だった。その老人は30年以上もの時間をかけて準備してきた。一つは何千体ものロボット用の電子頭脳が作れる量のクリリウム。これは銀河系のどこに行っても数千万クレジットの価値がある。二つ目はスペクトルが B、A、F 型の明るい構成を網羅した銀河製図。 この製図は最高のコンピューターに記憶され、どこに長空間ジャンプしても自分の位置を判定することができる。足りないものは宇宙船と操縦し、老人はトレントを雇い、警察から逃げる方法を説明した。計画を実行するとき、老人が持ってきたクリリウムを受け取ったトレントは、老人をナイフで刺し殺した。死体はそのままにしておいて、トレントは船に乗り込み出発した。 警察に追われたが、超空間ジャンプで逃げた。通常空間に出ると、すぐにコンピューターを作動させた。だが1時間かかっても位置がわからない。近くには明るい星がある。望遠鏡で調べると、それは神聖だった。コンピューターは理解できず、いつまでも計算を続けた。ジェニングスとストラウスは、月面で宇宙船の一部のようなものの残骸を見つけた。 母船に持ち帰って調べると、極めて古い人口のものであるが、この付近で遭難した宇宙船の記録はない。二人は異星人のものと結論づけて、さらに証拠となるものを探した。いくつもの破片の他に、土に渦もれた装置らしきものも見つかった。この装置の前で二人が討論し、感情が高ぶった時に装置の表面が光った。二人はお互いの心の中を見た。 ストラウスという男は自分たちが真の人間であると信じ人類の多様性と融通性を破壊しようするウルトラ党員だった。その装置が人間の感情を増幅することが分かった。また二人のうちで装置を扱えるのはジェニングスだけだ。これをウルトラ党に渡すわけにはいかないと考えたジェニングスはストラウスの行動を抑えるよう念じながら滑走艇に向かった。 一瞬だけ抑える力が弱まった時、ストラウスはナイフを使った。ジェニングスが激痛に悲鳴を上げると、ストラウスはのた打ち回っていた。装置が感情を増幅して伝えたのだ。怪我を負いつつも、滑走艇に乗り込んだジェニングスは離陸した。追跡を恐れて無線は使わなかった。艇の中には、宇宙服も医療品もあったが、出血多量で死ぬのは時間の問題だ。 なんとか装置を隠したジェニングスは隠し場所のヒントを記したメモを残して死んだ。ジェニングスの死体とメモは発見された。ストラウスは心を失って精神錯乱状態になっていた。メモには7つの記号と地球を指した矢印1つが書かれている。記号を分析すると月面のクレーターの名前を表しているようにも思える。矢印の方は地球が 地上に見える場所を示しているようにも見える。でもこれだけでは広い月面から装置を探し出すことは不可能に近い。ジェニングスが大学生の時、ウェンデル・アース博士の講義を受けていたことが判明した時、一人の男が言った。地球に向けた矢印はアースに会えの意味ではないかアース博士のもとを訪れた連邦検察局の一行は、 これまでの行きさつを話し残されたメモを見せた。博士はジェニングスとメモとの関連を考えていて思い出したことがあった。ジェニングスはダジャレが好きだった。地球への矢印はアース博士へ行けに間違いないだろう。他の七つの記号は意味あるものとは思えない。目くらましのためデタラメに書いたようだ。メモは隠し場所への鍵を示しているが、それは個々の記号ではない。 このメモ用紙全体が鍵の意味だ。かつてクローという名の数学者で天文学者のドイツのイエズス会士がいた。クルーとクローをダジャレにしたのではないか。クローはラテン語でクラビウスになるが、クラビスというラテン語にも鍵という意味があり、これもダジャレだ。したがってクラビウスクレーターの地球が最も高く見える場所を探しなさいと指示した。 アース博士が要求したのは、乗り物嫌いの博士を旅行に連れて行こうとする命を、説得してもらうことだった。ブルームは派手で背が高く、肩幅が広くて、がっちりしせっかちな自信家で、無論頭も良かった。彼は直感力を武器にして様々な理論を構築し、その特許量によって大金持ちになっていた。彼の同級生で友人の男に、ブリス教授がいた。ブリース教授は、 頭脳は優秀なのだが、ノロマであった。二人は正反対の生き方をしていた。ある日のこと、ブルームが反重力を発見し、それを公開することになった。派手好きの彼は、反重力ビリヤードの装置を作り、公開の場で、ブリス教授にビリヤード勝負を申し込むことにした。いやいやながらも、ブリス教授は申し込みを受けて立った。囚人が見守る中で、 公開実験が始まった。ブルームが反重力の理論を説明し、装置のスイッチが入れられた。最初に弾をつく栄養を得たのは、ブリス教授である。教授は、しばらくの間、台と弾とブルームの立つ位置を確認してから、弾を一突きした。その瞬間、ブルームの体に異変が起こった。ありがとうございます。